何時？5時半だから、まずは電話連絡しましょういけないですね。そうそうそう、その前、あ、書いてる、もらってる間に。いやでもやっぱ一泊二日で昨日やっぱそう、本当ね、夏期講習だから本当きついんですよ。もう本当にもう分刻みのね、学会の時の夏期講習全然イメージ違うけど、だけどまあ ご存知の講義がずっとこう3次元続き、そして吻行し、あ、もうバッと飯食って招待会1時間、そのまたその夜はウシトラ吻行、そして朝起きてまた朝の吻行、そして1時間招待会またあって、その後芸家様のご指南、これがガッ、あ、もちろん一番先頭に御会費があってね、これがまあざっくり言えばこの、まあだけどね、やっぱ帰ってその時はその時で切羽切羽一生懸命ですよ。もう、変なマイナスのこと考えないと、突っ込んだ方が苦労感じるからね、それちょっとでもああがったりと思うとさ、もう本当にやだくなっちゃうから。だけどね、やっぱりこうやって終わってくるとね、あ、やっぱりそうんざーんって感じだよね。で、芸家様って感じ。やっぱり体にさ、あの監督していくもんだね、新人ってね。ここじゃなくて身を出して、そして身を使い、身でお使い、身でお使いする。俺なんかやっぱどうしてもまだ頭でっかちのところがあるから、あれ俺まさか、今日も午前中一人ね、検証会から脱会した人が、俺の50回受けたんですよ。もう慌てて、今日朝長野にだからね、朝電話、そう、朝電話来て、慌ててぶっ飛ん、じゃあなんとか午前、2時の約束でしょ、はい、よし、午前中になんとかしなきゃな、そうなんですか、いやいや、ありがたいですよ。だからとりあえず寛解のまだご本尊、あ、日達書院のご本尊がないわけだから、これだな、寛解はこれ、役職が地区婦人部長。白百合町とどう違うの？の一個上。そうですね、白百合町はブロック担当で、あ、ブロック担なんだ、白百合町は。いや、そりゃ激震が走ったでしょ、地区婦人部長、地区婦人部長が辞めますって言ったら、何言ってんのよって。いや、もう目に浮かぶよな、その修羅場状況です。でしょ、地区を前、今日も協議会ありますけど、大騒ぎだろうね、何であんなこと言ってるよって。知らない、知らない、そう、知らないって通さなきゃダメですよ、うん、そんなね、ブラック、この間も言ったブラック企業に何も我々がね誠意を尽くす必要はないんで、むしろ消滅させなきゃいけない会社なんだから、そういう意味では困らせた方がいいんです。うん、困りなさいと、で反省しなさいと。自分たちにやってることはね、社会悪なの、人に不幸を撒き散らしてるんだから。